じゃあお互いに次々します。あー雑然ね。次次です。おっと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 、あ、もう縦にしていいですよ。とっとっとっと、いいね。はい、7対3のプロ。全然ちゃう。7対3じゃん。おー、いいね。注目やんじゃん、これもね。分かったから。9.5対5、0.5。じゃあ3人で頑張りましょう。俺じゃねえんだよ。じゃねえか。アスタンナム。海市。リリク前のビール最高やわ。こんなんなります。うまっ。やばいわ。こんなんなりますよ。まあ、なりますよ。もうなったことないんだから、正義はこうなったこと。本当になったことないから。今年入って初めて見たわ、こうなる正義。そんくらいやばいから。そうなの。見たことない。自分でもう人生初めて。ああ。もうどんなにおめでたい時になってもこんなことしないんだから。すごいよ。うわ、広いな。喉越しがもうそんなところ全然違う。帰ってもいい、マジで今。帰れ。それは違う。帰ろう。それは違う。さっき Google マップで調べたんだけど、12時間歩けば着くらしいから。家まで。やばい。12時間調べないでもらって。カツ丼です。カツ丼ね。カツ丼か。カツ丼だから、それ何なの。ちょっと見せて締めるシリーズ何なのそれ。何なのそれ。ズブさ、向かってやかましいよ。撃ち殺す。まあもう撃ち殺す。大騒え。すぐ開けた。北海道の時めっちゃガチの飛んでさ、落としはまんじゃうです。言ってね。めっちゃおもろい。めっちゃ怖かった。カツ丼ですよ、これが。カツもうまいけど、卵の方がうまい。卵の方がうまい。めっちゃうまい。めっちゃなんか食いたくなる食感。めっちゃうまい。珍しい。それめっちゃうまいよ。珍しいな。めっちゃうまいよ。甘い。高く評価しようとかいうふざけたこと言うと思ったら、あ、うまい。高く評価しよう。うわー、クソみたいなレポート来た。クソみたいなレポート来た。ゴミレポ来たよ、ここで。卵はうまいわ。この超高級、何ですか、こう高級焼肉屋に来ました。パラダイスシティ内のね、美味しい水がやばい。水が青い。見てくれたよ。庶民が3人集まってて、うるさい。庶民2人ぐらいは最近いい、いいやつアピールしてる。庶民がもうおちょっこなれば集まるほどテンション上がるね。おちょっこのデカさ。まずはい、じゃあ乾杯。はい、勝利に乾杯。初めてだろ、ここに。2週半ぐらいして日本みたいになる。炭酸がない。ノーハンサーだ。でもマイルドさが違う。クリーミーさがやばい。まだ肉食ってないよ。マッコリ超愛。やばい。えぐいよ。みんなに教えてあげて、このスプライト割りしたらバカうまいよっていう。これとこれで。これがユッケ。見せ。全部すんなやけ。うわもう。うわ。うまいわ。もう本当にもう心の底からも思ってることだけ発生、もう出てくるから、もう
うまっ。やばい、やばい、やばい。オッケーオッケーオッケー、いただきます。うわ、もう、あ、うまい、うまい、うまい、あ、うまいわ、これ、やっぱり、うん、これ、やばい、うまみの塊じゃ。いや、てか、本当に言いたいのは、じゃあ結構食ってから時間経つじゃん、うん、旨味まだ残っとるから。いやいや、ちょっと待って、違う、俺に触れて、これハラミ何言った方がいい。塩、塩ビビる、マジビビる、ちょビビりすぎてやばい、こんなうまいに決まっとる、こんなついに、ついにリアクションが終わりました。うますぎノーリアクション珍しいな、この味。やばい、ジューシーさがマジで火じゃない、しかもプリプリ。いや、もう、なにこれ。あ、まだ食べてない、わかりづらい、食レポ、わかりづらい、タレじゃなくて塩だけど、ウィン、誰が言っとんの。十分わかりづらいんだ。いや、ほんとにさんが、ね、一番わかりやすいから。人生で一番うまい。酔い冷めるわ。お前の食レポ酔い冷める。下手すぎて酔い冷めるわ、お前。冷めるわ、お前。帰ってくれよ。関さん、来ましたね、ここ。来ました。1万円するビュッフェ。具合悪い。いや、ちょ、もったいねえ、もったいねえ。もったいねえっすよ。すごくない、このラインナップ。割れてるのあるじゃん、割れてるのあるじゃん。おー、キムチ類がね、こうやってね、1万円もするビュッフェらしい。あ、それさっき言った。え、さっき言った、それさっき言った、うん、じゃあここ使って。俺が言ったことでしょ。あ、ニンニクだ、これ、ほら、うん、これ絶対うまいやつ、うん、これいいよ、これいいやつ、これやばいね、ね、これニンニク、うわ、こっちの巣、蜂の巣、あんま蜂の巣とか言うな、独特か。ビーハウス、ビーハウス、ビーハウスやな。まあ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 、ビーハウスですよ。よう頑張ったよ、頑張った方だと思う。英語偏差値20。頑張った。デザートです。うわ、すげーな、食感がある、食感楽しいよ、食感楽しめるジュース。うわ、すげえ、絶対。あ、ダメしよう。お待たせしました。もうカニでこう写真撮りたくなった時、あ、これ使うんでしょ。あ、ちょっと先言うなよ。言うてないよ。もう家あります。フィーク。なるほどね。もうこれがね、もう日本人だったらやっとくべき。パサパサやだろ。でもうまいって評判らしいから。うわ、めっちゃさ、見れ、こんなさ、小ぶりなのにすごい肉厚なんですよ。おー、とろみ半端ないよ、とろみ。この世界でめちゃくちゃ苦手なタイプの人だ。おー、来た。でも片栗粉の頑張りがこれに繋がったんだと思いますわ。汗洗おっか。お父さんのとこですお父さんのとこですこれ流してたら嘘ですやばい、出されやばいよ、これ今の間がやばい、まあ、部屋見てゆっくりしてってよ。おお、お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。基本的にこの下りやってるから軽井沢の時もこれやったからすげえから、もうすごいんだから、すごいんだから、ほんとにパパがすごいの、パパすごいんだから、ほんとに何やってんの、パパ何してんだよ。ここがね、僕のママが好きな、あ、もうママが好きな、ザ・デリ、ザ・デリ、ザ・デリ、何屋ですか、何屋さん、何屋これ、スイーツ、あ、スイーツ、僕、彼女できて来た時は、あそこでビュッフェでも飲んで食べる。うわー、
マスターオブ正義っていうと、ああ全部無料になるから。超来ちゃうやん。あ、もうそれ、あ、そうだな、オフレコで、オフレコで。バカすぎる。